ズンダモンと学ぶ色彩学。突然だけどみんなは三原色ってどの色か答えることができるかな。うんふんふん、そうだね。赤、緑、青、黄、シアン、マゼンタだね。三原色なのに6つあるじゃねえかって。実は三原色って2種類あって、赤緑青は色光の三原色、シアンマゼンタは色量の三原色っていうのだ。色光、色量、なんじゃそりゃ。それじゃあ色光の三原色から解説していくのだ。まず僕たちが色を認識するのには太陽光などの光源が必要なのだ。光っていうのは電磁波の一種で、太陽光はいろんな波長の電磁波が混ざって白っぽく見えているんだね。このさまざまな波長の色が混ざることによって光の白色ができていることを発見したのがあのアイザック・ニュートン。ニュートンはプリズムを用いることで太陽光を7つの色に分解することに成功したのだ。ただあくまで7色としたのはドレミファソラシの音階に対応してるとしたからなそうな。そしてニュートンはこの7つに分かれた色を再度レンズとプリズムを使って集めて元の白色に戻すことに成功したのだ。そして実際は長波長の赤、中波長の緑、短波長の青を組み合わせればどの色でも作れることが分かったのだ。ただこの赤、緑、青は別の色を組み合わせても作ることができない。だからこの3つの色は色光の三原色だったり光の三原色と言われたりするのだ。色光の三原色は全部組み合わせると白になるんだね。ところでこの赤、緑、青をもう一度組み合わせてみるのだ。どっこいしょ。さっきも言ったように赤、緑、青の全てが重なる部分は白になってるね。そして色光の三原色のうち2色が重なった部分にそれぞれ黄、シアン、マゼンタが出来上がってるのがわかるね。この3色のことは色光の三原色と対をなす色量の三原色と呼ばれるのだ。じゃあこの3色にはどういう特性があるか見ていくね。まずリンゴみたいに自ら発光をしない物質の色を僕たちがどう認識しているのか見ていこうか。リンゴを光に当ててみる。何度も言うようだけど太陽光のような白色の光でも実際には様々な色が混ざってたんだったね。で、その光の中から赤色の波長の光だけリンゴは反射しているのだ。その反射した光の波長を通じて僕たちはリンゴを赤いと認識しているんだね。つまりリンゴの特性は赤い光を反射する。でもこれって裏を返せばリンゴは赤以外の光を吸収するとも言えそうだね。自ら光ることがない物質は光から特定の色を吸収し残りの色を反射させることでその色を表現してるのだ。ではそれを踏まえた上で色量の三原色を見てみようか。色光の三原色をそれぞれ足し合わせると黄色は赤と緑、シアンは緑と青、マゼンタは青と赤でできるんだね。これを引き算で考えてみると黄色は白色光から青、シアンは赤を、マゼンタは緑が引かれてるのだ。シアン、マゼンタは色光の三原色を吸収する性質を持ってるんだね。じゃあこの3色を絵の具と考えてそれぞれ色を足し合わせてみるのだ。足し合わせた絵の具に光を当ててみるとそれぞれ混ぜた部分に色光の三原色と黒が出てきたね。例えば黄とシアンを混ぜ合わせるとそれぞれ白色光から青と赤を吸収するから残った緑だけが反射されているのだ。そして色量の三原色をすべて混ぜ合わせた部分は色光の三原色すべてが吸収されるから黒になるんだね。この原理を使ったもので一番身近なものといえばプリンターのインクになるのだ。インクカートリッジはシアン、マゼンタ、あとそれに黒が入った4色タイプが一般的だね。なんで三原色に加えて黒が入っているかというと現実世界で三原色をすべて混ぜ合わせても完璧な黒になかなかならないからなのだ。まあそういうの抜きにしても黒は一番印刷に使われる色だから三原色で作るのは効率悪そうだね。ちなみにちょっとお高いプリンターだと6色カートリッジになってたりするんだけど、これは単純な三原色だけだと印刷で再現できない色領域があるからなのだ。これには色空間っていうのを理解する必要があるんだけど、ここで喋ると長くなってしまうのでいつか解説するのだ。ちなみにいつか解説する、あ、解説するの面倒くさいって意味なのだ。これはここの投稿者がよく使う言葉なので覚えておくといいかもね。はい、ということでまとめをするのだ。三原色というのは異なる色を混ぜ合わせても作ることができない三色だったね。そして三原色には色光の三原色である赤、
緑、青、色料の三原色である黄、シアン、マゼンタがあるのだ。色光の三原色は全部混ぜ合わせると白色光である白を作り出すんだったね。そして色光の三原色のうちの二色が混ざる部分には色料の三原色である黄、シアン、マゼンタが登場するんだったのだ。一方で色料の三原色は太陽光などの白から赤、緑、青を吸収できる三色なのだ。シアン、マゼンタ全てを混ぜ合わせると全て吸収され、黒が2色を混ぜ合わせるとそれぞれ赤、緑、青が作れるんだったね。はい、というわけで今回の動画はこれで終わり。このシリーズでは色彩学を通じてもっと色を身近に感じてもらうことを目的としているのだ。今後もこんな動画を投稿していくので、よかったら応援よろしくね。それじゃあ、バイバイ。